続いては特集です。はい、こちら選挙が行われると設置されるポスターの掲示板ですね。以前行われた調査によりますと、投票に訪れた人のうち4人に1人がこのポスターを見て投票先を決めていると答えていまして、投票の際の重要な決め手となっているんです。ただこちら先週投開票が行われた足立区議会議員選挙で、候補に配られた掲示板の設置場所が示された区内の地図なんですが、見てください、見えますかね。赤い点の一つ一つの場所に掲示板が設置されているんです。その数600以上。今回ポスターの掲示をめぐる候補者の知られざる苦労とその解消に向けて立ち上がった区議を取材しました。25人ぐらいで、その2人1組のチームでこう分かれて貼ることになりました。候補者にとって告示日に行う大事な仕事の一つ、ポスター貼り。その課題について話すのは、今回無所属で足立区議会議員選挙に初挑戦した元教員の宮島恵里香さんです。やっぱり私無所属なので、もともと支援する団体みたいなのがいないので、ポスターは私たちのチームではもう1日で貼らなくても何日かかけて貼っていこうみたいな感じで。現在ポスター貼りは掲示板の位置が記された地図と住所のリストが配布され、候補者はそれをもとにポスターを貼っていきます。宮島さんの支援者でポスター貼りに協力した紗恵さんです。一人で30枚ほどを担当しました。足立区が地元の紗恵さんは、地名を聞くだけで掲示板の位置が分かることが多かった一方で、右折かな、細い道や見慣れない場所に設置されたものは、区から配布された地図を見ても場所が分からず迷子になったといいます。住所だけしかポンってなくて、どこだろうみたいな感じで Google マップで調べて、あ、ここかみたいな感じで来ました。また区から配られる地図は同じ場所に看板が2つ設置されていることも。宮島さんのチームがポスターを貼り終えたのは告示日の2日後でした。終わりました、おかげさまで。支援者が少ない候補者には大きな負担となりうるポスター貼り。この負担を軽減しようと、先月行われた統一地方選である区議が立ち上がりました。どこどこみたいなところの場所について、投稿をすると、そこの位置情報というのがスマホ上に表示されるみたいなものを作る。中央区議の穂積祐樹さんが開発したのは、地図に掲示板の正確な位置を登録できるアプリです。開発のきっかけは、4年前の選挙で地図で示された公園に複数の掲示板があることに気づけず貼り忘れてしまったことでした。このアプリでは、支援者同士で貼り終わった場所を簡単に共有できるようになっています。穂積さんは他の候補者にも今後アプリを活用してもらいたいと話す一方で、ポスター掲示の現在の仕組みに疑問を投げかけます。一言で言えば、やっぱり非効率ですよね。やっぱりその体制としてしっかりしていない人たちっていうところがやっぱ排除されがちっていうところはあるかと思います。告示日に何かしらその選挙官の人たちが雇った業者さんが全てのポスター掲示場に一枚一枚貼っていくってことをやっていただければ、なんか別にいいんじゃないかな。一部の候補者に負担となっているポスターの掲示、その形は今後変わることがあるのでしょうか。
はい、実際にアプリを作ってしまうという画期的な取り組みでしたね。すごいね、新しい技術、新しいことってどんどんできるんだなと思いましたけど、でもその手間がかかるから不平等だっていう話じゃないですか。で今の技術を考えると、あの一枚一枚ポスターを貼っていくっていうことがどれぐらいの、そのなんだろう、有権者にとっての判断になるかってちょっと疑問のところもあって、特に区議選だと何十人もあって、何を見てるかっていうと、なんかルックスを見てたりするんですよね、ポスターで、はい、ね、それよりも政策がどういうことになってるかみたいなことが分かった方が、ね、本当は選挙は良くなっていくんじゃないかなと思って、そういうところ新しい技術で新しい方法を考えていただければいいなってちょっと思いますけど。そうですね、特に新しい人は、はい、慣習にとらわれず投票する人の声を聞いたアップデート必要だと思います。